さあ今夜のロイドご飯はこの夜道の先に待っているあの焼肉屋さんです。羨ましいな。ロイドご飯。あら、来ちゃったんだねこの店に。あ、やっぱり混んでるね。そうなんですよ。あー、すごいわかるわかる。でもこの店はね、あー、この提灯眺めながら待つのもいいんだよね。でね、店内から焼肉のいい匂いがしてくるんですよ、うん、楽しいんだよねその時間も。はい、というわけで、うん、今回はこの和牛カルビ、うん、それとハラミ、間違いない、はい、それとこの牛ロースを全部タレで注文しました、うん、素晴らしい。でこのタンコロとタン先もあったんで、うん、へえ、頼みましたね。あとライス、大、あー、これはもう鉄板です。はい、それとこのハイボールを注文しました。あら、あ、これこれ、なるほどね。これ今までね、なかなか食べられなかったんですよ、うん、そうだね、うん、今回あるということで、あ、迷わず注文しました。楽しみだねこれは。しかも過去670円、安いね。はい、というわけで、うん、炭が到着しました。待ってました。これどうやって焼こうかな、肉をっていうね、この想像が膨らんでいいよね。確かに、うん、あ、分かってるじゃないの、メロンシート。そう、ハイボールなんですよ。うん、これやっぱりこれからですよ。まずはキムチ。あー、ここのキムチ美味しいもんね。うん、この格的ですか。うん、これが好きで。あー、やはりね、うん、すごくね、歯ごたえもあるし酸味もあるんだけどね、結構辛いよね。そうだね、うん、辛めが効いてますよ。あ、来ましたよ。おー、出ました、タン先です。すごいね、これゴマとネギと、これ一人前。あ、すごいよね、この量。すごい。うわ、こんなに、こんなになりますか。そう。これをね、結構しっかり焼いて、ハイボール飲みながら焼くの待つんですよね。あ、いい感じで焼けてきたね。ここはね、ごまがかなり大量に振られてて、うん、焼くとね、結構香ばしいよね。美味しいよね。そうなんだよ。味の想像しながら、あ、おっと、早速行きました。これね、うん、見た目以上に柔らかくて、うん、すっごいジューシー。なんかね、見てるだけでね、すごいそれが想像できる。ガンガン進んでるわけよ。わかるよ。うん。うん、おお、こちらはまた見たことがない肉だな。これがめちゃくちゃ美味しいです。すっごい、このなんていうのかな、繊維がはっきりわかるね。で、この豪快な切り方、うん、が本当に見てくる。うわー、すごい。さっきと全然違うね。そう。またこの表面のごまね、相変わらずですけども、とっても香ばしそう。うわー、見てください、これ。すごいね。うん、さっきのは比較的こう脂が多い感じだったけど、うん、こっちはね、また歯ごたえがいい感じ。あー、ほら、もうどんどん進んでるもん、メロンシートは。これあやちゃんってやばかったと思うよ。あー、もう簡単に開いてます。うわ、いい感じに焼けてるでしょ。脂もちょうどいい加減だね。そう、うん、うわ、たまりませんね、これは。ガンガン食べてます。うん、なんで誘ってくれなかったの、メロンシート。ああ開いちゃった。飲みました。この新しいハイボール来た瞬間、たまりませんね。ねえ、はい、来ました、和牛カルビ。あ、これを頼んじゃったんだね、メロンシートいや、これはもう鉄板だから ね。はい、ということで、はい、ロースから焼いていきます。
素晴らしいこの肉、ね、うん、分厚さね、本当に、あ、これちょっと重ねてみました。 これはすごいな、ライスすごいよねここ本当にね、あ、これはね見るからに美味しそうだよ、絶対美味しいよ。これぐらいのご飯の量がないと、うん、この肉を食べきれないというか、ね、うん、分かります、うん、この厚み、この弾力、ステーキ並みですからねこれは本当に、うん、あ、これもねこんがり焼いていくと美味しいんだよね、うん、焼けてきました、素晴らしい焼き色です。このロースの特徴は、うん、もうとにかく分厚い、そうだね、そう、それとあと油と赤身 のバランスがすごいよ、ね、うん、うん、分かります。あら、早速満足感がすごい、ご飯進むよ、それはすごいペースだね、うん、この日はね、うん、行きました、うん、すごい食べっぷり最高です。いや、山がどんどんなくなっていくね。そしてハイボールで流し込む。わかるよ。で、これが和牛カルビです。いや、素晴らしいこの弾力厚み。そう、ロースほどの厚みはないんですけど、うん、やっぱりこれでも十分厚い。いや、すごい、分厚いですね。すごいね。うん、甘い香りがね、うん、してくるんですよ、焼けると、うんうん、あ、新鮮だね、お肉が。お、やっぱり油がちょっと多いからね、でも火事になる肉ほどご飯が進むんですよ、うん、いい、気持ちがいいね食べっぷり、ハイボール1個お願いしていいですか。はい牛乳追加にみさんです。いや、素晴らしい肉の花、最後はハラミです。このハラミをどうしても食べたかったんです。わかる、すごい最高の締めですね。そう、このハラミが、うん、天狗屋さんの、うん、中でもおすすめだっていうね、ことをおっしゃってる方が何人かいらっしゃったんで、素晴らしい、うんうん、このすごい厚みだったよ。いや、この音、気持ちがいい、美味しそうでしょ。いや、もうこれだけでハイボール何杯飲めるかっていうぐらいね見てるだけで本当にひっくり返してこれだもん、このね、ちょっとね、香ばしい感じがいいね。もうこれ見てるだけで飲めるっていうのが笑えるね。わかる。もうここまで来てる、ライス。ほんとだ、あんな山があったのに。あー、あー、プルプルしてる、プルプル。ちょっと手が震えてるのかもしれないですね。いや、これは食べ進むよね。本当に目の下気持ちよく食べるね。ああ、まだこんなにたくさんあるけど、やっぱりすごいな、ここのお肉は。いやー、本当に、うん、本当にすごいです。うん、焼肉好きの方には、うん、ぜひ一度、うんうん、訪れてほしいお店ですね、ここは。本当ですね。いや、とにかくね、いろんなお肉を今日はね、普段食べないお肉食べましたけど、なんかすごく美味しそうだったね、どれも。ね、うん、本当に美味しかったですよ。うん、ハイボールで締めていきます。最高の一日でしたね。うん、はい、お見事。はい、今日も見事な食べっぷりでございました。はい、ごちそうさまでした。はい、私をね、なぜ呼んでくれなかった、それはさておきとして本当にどれもがね、素晴らしいお肉でしたね。はい、うん、きっ
とね、食べてる時間がほんと30分ぐらいだった、うん、ああそうか30分あるかないか、なるほどね、とにかく出てくるのがめちゃくちゃ早くて、うん、いやとにかくね周りの人たち本当に楽しそうに食べてるよね、本当に幸せそうにね、うん、待った甲斐があるんですよね、中入ると必ず、わかります、これね全メニュー制覇したくなるよね、いつの日かね、うん、これ全メニュー制覇しましょう、目指しましょう、はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、ではまた、バイバイ。